エドウィン・デンビ、エドウィン・デンビは、アメリカ合衆国の弁護士、政治家。1921年から1923年まで、第42代アメリカ合衆国海軍長官を、務めた。ウォレン・ハーディング政権最大の汚職事件、ティーポットド,ドーム事件で、悪い脚光を浴びた。1870年、デンビは、インディアナ州、エバンズビルで生まれた。父親は、 インディアナ州会員議員、チャールズ・ハーベー・デンビ、母親は合衆国上院議員、グラハム・ニューウェル、フィッチの娘のマーサ・フィッチであった。デンビはエヴァンズ・ビルで初等教育を受けた後、1885年に父親と共にアジアの清市に渡った。デンビは1887年から1894年まで会館で働いた。その後デンビは合衆国に戻り、 1896年にミシガン大学法学大学院を卒業した。1911年3月18日、デンビはミシガン州デトロイトにおいて地元の一般家庭の娘マリアンバートレットサーバーと結婚した。デンビ夫妻は以下の子供を設けた。デンビは大学院卒業後、ミシガン州から弁護士として認可を受け、デトロイトで弁護士業を開業した。 デンビは1903年にミシガン州会員議員に選出された。デンビは州会議員を1905年まで一期二年務めた。1905年、デンビは共和党の党員としてミシガン州から合衆国会議員に選出された。デンビは合衆国会議員を1911年まで三期六年務めた。デンビは1910年に4戦目を目指した。 合衆国会議員選挙に立候補したが敗北した。デンビは合衆国会議員退任後デトロイトで弁護事業を再開した。デンビは1916年にデトロイト通商委員会の委員長を務めた。1917年、合衆国が第一次世界大戦の参戦を決めるとデンビは合衆国海兵隊に二等兵として入隊した。 デンビは1919 19年に少佐として海兵隊を退役した。前任の海軍長官ジョセファス・ダニエルズから引き継ぎを行うデンビ1921年3月、ウォレン・ハーディングが大統領に就任すると、ハーディングはデンビを海軍長官に任命した。1922年、内務長官アルバート・ホールはワイオミング州ティーポットド,ドームとカリフォルニア州エルクヒルズにある。 合衆国海軍の油田を内務省に関することをハーディング大統領に認めさせた。デンビも海軍長官としてこれを認めた。だが管轄が内務省に移ると内務長官フォールはワイオミング州の油田を含んだ国有地を他の西部国有地と共に民間企業家に対応した。フォールはその見返りとして40万ドルを超える莫大な賄賂を手にした。 ウォールストリート・ジャーナルはこの事件をスクープし、合衆国上院ではこの事件についての調査開始を決定した。この時、ハーディング大統領は海軍長官、デンビと内務長官ホールを一貫して擁護し続けた。事件に関する調査は1923年10月に開始された。そしてこの事件は1924年初頭に、 合衆国議会で大問題として取り上げられた。デンビは事件の責任を問われ、ホールと共に辞任に追い込まれた。事件はその後、ホールの逮捕へと発展した。海軍長官辞任後、デンビはデトロイトに戻り、弁護士業を再開した。そして1929年、デンビはデトロイトで死去した。デンビの遺体はデトロイト市内のエルムット墓地に埋葬された。 ありがとうございます。